真実の目へようこそ。地底人や地下世界に関する都市伝説を聞くことがありますが、地底文明は本当に存在しているのでしょうか。そうであれば彼らはどのような存在なのでしょうか。なぜ彼らは地下に住んでいるのでしょうか。気になりますよね。今回は地底文明に関するいくつかの歴史的事件、宗教での物語、現代科学者による地下構造に関する不思議な研究結果などを紹介しながら、地下にあるもう一つの世界について語っていきたいと思います。動画の中で冒頭の3つの質問の答えも出ていますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。まず話は地底文明と全く関係のなさそうなアドルフ・ヒトラーからスタートします。1945年4月の23日、ソ連軍がベルリン市内に突入し、7日後にベルリンが陥落、ヒトラーも自殺しました。ソ連兵が国会議事堂を占領した後、地下室で一人のアジア人の遺体を発見しました。彼は袖なしの短い上着と濃い赤色の袴を羽織っており、どう見てもチベットの僧侶の服装でした。なぜナチスドイツの国会議事堂にチベット僧侶の遺体があるのか、当時は誰もわかりませんでしたが、後の調査でその理由が明らかになりました。これはヒトラーが立ち上げたレーベンスボルン、または生命の泉とも呼ばれていた大きなプロジェクトと関係があります。ヒトラーはユダヤ人以外の青い目と金髪を持つ白人のことをアーリア人だと主張していました。アーリア人とはインド・ヨーロッパ語族の諸言語を使う民族の共通の祖先のことを指しています。ある仮説によると、高度な文明を持つアトランティスが海に沈んだ後、わずかに生き残ったアトランティス人がその血筋を守るために他の人種と家庭を築き、多くの子孫を残しました。その子孫たちが後のアーリア人となったそうです。純血のアトランティス人は様々な不思議な能力を持っていますが、他の人種の血が混じった混血のアトランティス人、つまりアーリア人ですが、その大部分の能力は欠落しましたが、祖先たちの一部の能力はまだ残っています。ヒトラーは自分たちゲルマン人がアーリア人の子孫だと深く信じており、人的に選別した男女でアーリア人の純血性を戻すことを目的として、生命の泉というプロジェクトを立ち上げました。噂によると、プロジェクトが実施されている最中にヒトラーが純血のアトランティス人の子孫がチベットに隠れて暮らしているという情報を手に入れました。そこのアトランティス人とのコンタクトを目的に、1938年、ヒトラーが人類学者、物理学者、植物学者などで構成された探索チームをチベットに派遣しました。探索チームはチベットの各地で住民たちの眼球の色、髪の色、頭部の形などを調査しながらアトランティス人に関する情報を探っていました。様々な情報の中で一つ気になるものがありました。チベット仏教とチベットの民族宗教である盆教にはシャンバラという地下世界の言い伝えがあります。その言い伝えとは、シャンバラの入り口はチベット高原西部のカイラス山にあり、その地下世界には高度な文明を持つ種族が住んでいる。シャンバラの国土の形は同心円状の形をしており、円の中心には光る宮殿があり、そこには国のリーダーたちが住んでいる。アトランティスに詳しい人ならすでに気がついたかもしれませんが、古代ギリシャの哲学者であるプラトンの対話編の中で記述されている高度な文明を持つアトランティス大陸も同心円状の形をしており、その中心には国にとって最も重要な宮殿があり、国のリーダーたちがそこに住んでいたということです。探索チームがこれらの情報をヒトラーの元へ持って帰ると、ヒトラーがすぐに2回目の探索チームをチベットに派遣しました。しかし2回目の探索チームはインドでイギリス軍と遭遇し、全員が捕獲され、チベットに到達することができませんでした。なぜヒトラーがこんなにも執着していたのか理解できない人が多いと思いますが、おそらく彼は地底文明の存在に関する何か確実な情報を手に入れていたと僕は思います。地底世界などというのはただの都市伝説だろうと思う人がほとんどだと思いますが、実はある研究の成果によって地底世界の存在の可能性が示唆されました。この研究はアメリカ、カナダ、そして中国の研究者によって実施され、2015年にその研究成果をソリッドアースという科学誌に発表しました。研究チームは2007年から2011年の間に東アジアで起きた227回の地震に対する地震波のデータを用いて、スーパーコンピューターで4年をかけチベット高原の地下構造の全貌を解明しました。なんとチベット高原の地下はほぼ空っぽであることが分かりました。このマップがその地下構造を示しています。これはどれほどの広い空間かというと、ここの
全体の構造のほんの一部しか占めていない小さい空間でさえ、日本全土がすっぽり入る広さです。さらに、リモートセンシング技術で地下岩石の成分を分析したところ、多くの岩石には金属と変わらないほどの電気伝導率を持っています。また、この広い空間の中にありえないほどの量の水の分子も発見され、地下海洋が存在している可能性も示唆されました。すでに十分すぎるほどの不思議な結果ですが、このほぼ空っぽである地下構造がなぜ巨大なヒマラヤ山脈を持つチベット高原を支えられるのかは、研究者にとって最も理解しがたい点です。チベット高原の地下構造に関するその後の研究成果と新たな解釈はなぜかそれから出ていませんが、チベット宗教にあるシャンバラの伝説、プラトンが残したアトランティス大陸に関する記述内容、ヒトラーの謎の行動、現代の科学者による研究成果には地下世界という一つの共通部分がありました。都市伝説としか捉えられていなかった地下世界は、様々な分野からその存在の可能性が示唆されました。地下世界の都市伝説とともによくこのようなマップも出てきます。マップには先ほど紹介したシャンバラも存在している上、地表からの地下世界への入り口がいくつか存在していることがわかります。その中でも最も大きい入り口が南極と北極です。これもまた別の事件と共通する部分が出てきます。1947年、アメリカ海軍が大規模な南極観測プロジェクト、オペレーションハイジャンプを実施しました。プロジェクトの指揮を執ったのは、当時の有名な探検家であるリチャード・バード少将です。1996年、バード少将が亡くなって40年後、彼の家族は少将が書いた一冊の不思議な出来事が書かれてある日記を発見しました。その内容を簡単にまとめると、バード少将がオペレーションハイジャンプで南極の上空を飛行していた際、2機の飛行物体と遭遇し、地下世界と思われる場所に連れて行かれました。その場所には森も川もあり、規模の大きい町もありました。少々がそこの住民と思われる金髪で背の高い白人と会談をした後、南極の上空に戻されました。彼はすぐに一連の出来事を上層部に報告しましたが、それが機密情報とされてしまい、誰にも語るなと命令されたということです。現在はその日記が都市伝説と思われていますが、南極には何かが隠されているというのは少し調べるとすぐに気がつきます。 Google マップや Google Earth でたまにぼかしがかけられている場所があります。これは軍事施設の情報を守ることとテロのリスクを避けることが目的です。しかし何の軍事施設もなく、テロの目標にもなり得ないであろう南極がなぜかところどころでぼかしが入っています。またアメリカの大規模監視プログラムであるプリズムを暴露し、ロシアに亡命した元 CIA 職員のエドワード・スノーデンが次のような情報を暴露しています。アメリカの国防高等研究計画局の DARPA が様々な機密情報を根拠として、地球のマントルに人類よりもはるかに知的な生命体が存在していることと、地底人が出入りに利用する高度な乗り物の存在を確信しているということです。さらにDARPAがこれらの情報を定期的に大統領にも報告しているということです。では本当に地球の地底深くに高度な文明が存在しているのであれば、彼らはなぜ私たちと接触をしないのか、そしてそもそも彼らはなぜ地下に住んでいるのか、この2つの点について僕は次のように考えています。様々な伝説とバード少将の日記にあった内容から、地底世界には太陽のような常に熱と光を放つものが存在しています。それは間違いなく核融合反応技術による人工太陽だと思います。宇宙文明の動画で紹介したように、レベル1の文明から主なエネルギーの取得手法が核融合反応になります。その技術を完璧に駆使できているということは、地球にある地底文明は少なく見積もっても私たち地表文明よりも3000年以上進んでいることになります。ここで一つ面白い現象を紹介します。二つの文明の間にあまりにも差がありすぎると、お互いは干渉しなくなります。例えば、世界には未接触部族という現代文明と一度も接触していない原始の生活をしている部族がいくつか存在しています。私たちの文明はこれら部族より数千年も進んでいます。その結果、私たちとこれらの部族の間に何も起きていません。私たちが彼らを干渉しない理由は、彼らに何の興味も持っていないことと、関わっても何のメリットもないからです。逆に彼らも私たちの世界に何の影響も与えられませんし、私たちの脅威でもありません。同じ理由で
私たちより数千年も進んでいる地底文明は地表の人たちに何の興味もありませんし、関わりたくもありません。彼らが唯一関心を持っているのは自分の居場所である地球の安全です。隕石事件の動画で紹介したあの隕石を貫通した謎の物体はまさに地底文明の仕業だと僕は思います。しかし地表の国々の間でもし世界規模の核戦争が起きる場合は地底文明が干渉してくると思います。なぜなら大規模な放射能汚染が地底にも影響を与えるからです。バード少将の日記にも書いてありますが、地底人が少将を地底世界に招待した主な理由は核兵器の使用を控えてほしいとバード少将を経由してアメリカ政府の上層部に伝えることが目的です。次になぜ地下に住んでいるのかというと、これはおそらく宇宙文明の支流が地表ではなく地底だからだと僕は思います。私たちが地表に住んでいるから他の文明もそうであろうと思ってしまいますが、実は地表には様々なリスクがあります。例えば恐竜を絶滅させた隕石事件が未来に起きる確率が 100% だとスティーブン・ホーキング博士がよく言っていました。また火星のように何らかの理由で地表の大気がなくなると生命体にとって致命的な宇宙船が地表に到達してしまいます。そうなれば地表に住めなくなります。ですので種族を長く生き残らせるためには宇宙移民によって種族全滅のリスクを分散するか、生活の場所を地底に移すことによりそのリスクを減らすかのどちらか、もしくは両方をやるべきです。人類が宇宙人を見つけられない理由もほとんどの文明が地下に住んでいるのが原因かもしれません。私たちが毎日見ている月、今から行こうとする火星の地下にも文明が存在しているのかもしれません。現在の私たちはまだ地下に住む能力を持っていないので地下文明との間で何も起きていませんが、いつか私たちが地下に侵入しようとした時、彼らとの間で起きる干渉によって何かが起きるかもしれないことを考えると少し怖くなってきます。それでは今日もご視聴ありがとうございました。